さん、こんにちは。7月の今月の手話は、バスという手話をお届けします。バスのバンパーの部分を表してできた手話です。バス、このように表します。例文です。私はバスで伊香保温泉に行きます。手話で表します。私、伊香保温泉、バス。もう一度。私、伊香保温泉、バス。このような語順で表します。8月からは、気持ちに関する手話を学習していきましょう。お楽しみに。